新日吉神宮は、京都市東山区にある神社。旧社閣は、府社。現在は、神社本庁に属さない単立の神社となっている。旧省は新日吉社、明治以降は新日吉神社。英略元年、後白川上皇によって、院の御所、宝珠寺殿の鎮守者として、日吉大社より三皇七社を誕生し、現在より、南の地に新日吉社として創建される。 同時に、新日吉社の別当寺とするために、明法院を、比叡山延暦寺の山内から祇園社の西側に移設している。また、同じく鎮守社として新熊野神社、鎮守寺として、蓮華王院が混流されている。室町時代以降は、応仁の乱などの戦乱によりほとんど廃絶という状態であったが、官営十七年現在地のやや北東側、廃絶された。 報告者と報告病の賛同上に再建された。あたかも、それらの賛同を塞ぐように再建されたため、江戸幕府が旧報告者や報告病への参拝を妨げるために再建したとの説が明治以降流布したが、この再建に幕府が積極的に関わった形跡はなく、伝承では再建したのは、ごみ水のお情校、直接に関与したのは、妙法院の行前方針脳である。 報告者が廃絶されてからは、そのご神体は、妙法院で密かに祀られていたのであるが、江戸時代の中頃からは新日吉社で祀られていた。しかし、天明五年に、その御神体を祀るために新たに、家神を勘定して家者が創設されている。これらのことから新日吉社の再建は、実は、報告神社の復活ではなかったかとの見方もある。このような説が生まれる背景には、 秀吉の原生が、木下、また陽明が、日吉丸と符合する点があるからである。1897年、豊臣やゆかりの旧大名家によって、報告病が再考されることとなり、当社はその賛同上にあったために社地を南西の現在地に移すこととなり、移転した。百五十八年、後白河天皇を増止したために、翌百五十九年に神社名を、 現在の新日吉神宮へと改めている。ありがとうございます。